そういう表示が出てましたので、乗ろうと思います。はい、ということでね、今表示が出たんですけども、一応ね、表示は一部特別車ってなってるんですけど、一応全車一般車で運転しますので、特別車はね、発売しないということでね、この満席っていう表示がね、出てますね。この満席っていう表示はね、夕方のね、豊橋行きの特急でね、よく見られるんですけどもね、なかなかね、珍しいことだと思います。
ご注意ください。急行とか普通とかそういうのに使われてる車両がですね、急行停車駅をね、爆音をね、ちょっと表現がね、ちょっとあれですけど、爆音をね、撒き散らしながらね、南鍵屋、辰巳ヶ丘とかね、住吉町とか奈良輪をね、通過していくね、様子はね、とっても迫力がね、ありました。でね、ちなみに前回ね、高和駅に来た時はまだパタパタのね、反転フラップのやつだったんですけど、はい、もうついにね、電光掲示板ということでね、自動放送もね、稼働するみたいでね、前回ね、豊川線の快速特急をね、紹介した時も同様、ここもね、名鉄名古屋っていう表示になってますのでね、多分放送も名鉄名古屋っていう風にね、案内されると思います。今からですね、名鉄百貨店でね、ランチをね、いただこうかなと思ってるんですけどもね、こちらがね、食事券でございまして、10個、そうですね、10店舗からね、選べるということでね、どれも美味しそうなんですけど、どこに行こうかなっていう、今ちょっと迷ってるんですけどね。いやでもね、どれも美味しそうだから本当にどこに行こうか迷っちゃいますよね。でも、ちなみにこの中の4店舗は、ね、その晩酌セットつって17時から、ね、使えるやつに、ね、食事券を、ね、使うことができるので、まあ、ランチじゃなくても、まあ、晩酌セットとしても使えるので、ただランチか晩酌セットどっちか1個だけなんで両方っていうのはできないので、でも別に晩酌セットはいいので、別にランチの方が食べたいんで、どうしようかな、まあ、それはまたついてから決めましょうか、名古屋駅に。